まあ全てが終わったなという感じでね。まあそれよりもやっぱりなんかこの独占して使えるとするならば、やっぱり今朝の報道だろうな。うん、やっぱり僕も困惑したし、選手も驚きというか、ファンの方々もなぜこの時期にということを思われただろうけども、それは僕ではどうすることもできない、ことだったもんですからね。それが残念だね。うん、過激なペナントレースをくぐり抜けて、また巨大なジャイアンツと戦ったと、まあ、精一杯やったんですから、まあいろいろなゲーム形態がありましたけれども、まあ選手は懸命にやったから攻めないでやってほしいと思う。まあ一つね、来年はより奪回ということで燃えてやってくれると思います。本当にありがとうございました。杉浦さん、はい、今までずっと勝者巨人の姿ばっか見てきたんですが、敗者となった森さんについて、何かありますか。もう僕が一番言いたいのは、本当に今年の日本シリーズ素晴らしいシリーズだったですよね。だから日本シリーズ本当にお疲れ様でしたという言葉を一番言いたいですね。それで森監督という人は非常に辛抱強い人なんですね。ですからゲーム高田さん試合やってて、こう流れがあるでしょ、試合の、それでね、この流れをね、自分のところに来るまで、森監督という人はじーっと我慢する人なんですね。あんまり自分から動かないと、それで自分から無理に流れを作ろうとはしない、じーっと我慢して、それで流れが来たらそこのところにもっと強い流れにしようと思ってガガッと追いかけていく、非常になんか勝負のメリハリの効いた人なんですね。ですからまあ、この、ね、シリーズは巨人に負けましたけど、素晴らしい監督さんです、で我慢強い監督さんです、ちなみにこのシリーズはそう西武野球、森野球っていうのは出てましたか。いや、ね、あんまり出てなかったですね。まあ、バントの失敗があったり、いろんなことがあって、森監督はじーっとね、選手に合わせて野球するしかないですから、自分の野球はね、あんまりできなかったんじゃないかな。その間じーっと我慢してたんですね。だけど130ゲームで優勝するっていうことは素晴らしいことです。ペナントレースね、短期決戦で負けましたけどね、素晴らしいことです。そうですね、本当にお疲れ様と言いたいですね。お疲れ様でした。わかりました。あとシリーズまとめて何か一言お願いしたいです。やっぱりね、なんて言いますかね、僕は第3戦何回も言いますけどね、第3戦にあると思うんですね。8回でしたかね、西武がね、1対1の同点でノーアウト1塁3塁になった、一芸が打たれて、それでね、佐々木清原心当たりで2アウトフルベースになって点ならなかった、それで延長戦になって巨人が勝って2勝1敗で先手取った、あそこら辺りがね、巨人波に乗った、西武はしまったってやつがあって、あそこがね、なんか分かる目のような気がしてしょうがないんですね。分かりました、ちょっとしたことですね、短期決戦は。分かりました、ありがとうございます。どうもありがとうございました。開幕まで、本当にもう野球終わりですからね、寂しいですけどね。杉浦さん、本当ありがとうございました。ありがとうございました。さて、お知らせの後は J リーグをお伝えしてまいります。入山閣がさらに新しく、ゆとりと華やぎのロビー、森の緑に抱かれた大露天風呂、新しく生まれ変わった北陸山代温泉入山閣。私たちクリーンカー金沢では、快適で楽しいカーライフを送るお買い得者がいっぱい。金沢店松戸店へどうぞ。クリーンカー金沢。快適爽快、きっとあなたをリフレッシュさせます。サウナオーロラ、帰ろう、金沢やめよう。やっぱご飯うまいな。冬はいいね。冬のまさにキリッとキリン冬仕立て出ました。1年日かなりきてる
感じてる。乗ってけ。この運動神経は普通じゃない。ナイスボディは俺のもん。感情。三菱 FTO。 今度はスポーツも変えたかった。待って、今度の富士カラー S400 は肌色がひときわ綺麗だから。綺麗だ。紅茶でなくちゃダメなんだ。きちんと入れた大人の美味しさ、新しいキリン午後の紅茶。さあ、J リンクから行きましょうか。はい、まずは前節までの順位表です。はい、首位ベルディを1差でベルマーレが追うデッドヒートが続いています。再び3位に浮上したマリノスも優勝の望みをつなぐためにはもう一つも負けられないというところまで来ております。そのままベルディが行っちゃうのか。はい、まあ、プロ野球同様ね、もうそろそろ優勝争いも決まりますからね。はい、そうですね。それでは早速首位のベルディと、2位のベルマーレのゲームを続けてご覧ください。雨で非常にスリッピーなグラウンドで行われた今日のゲームでしたが、さすがヴェルディ、得点チャンスをしっかりものにし首位を守っています。しかし前半はヤングジェフがヴェルディゴールに襲いかかります。6分、右サイドこぼれたボール、後藤が上げたクロスボール、ヘッドで合わせたマッスロバル。 J リーグ公式戦ではまだヴェルディに1勝も上げていないジェフが先手を取ります。今日のジェフ、バックラインの押し上げが早くベンチーニョも飛び出せません。そしていつもならヴェルディに見られるような速いサイドチェンジとパス回しで次々とシュートチャンスを作ります。なかなか攻撃の形を作れないヴェルディは広永に代えて武田を投入。そして前半40分、ショートコーナービスマークが上げて橋田に落としたところ、その武田、武田6回ぶり20本目のゴールでヴェルディ同点に追いつき前半を終了します。後半に入っても中盤から厳しいプレッシャーをかけ続けるジェフ、先に1点を取りたいところ、右サイド後藤折り返し、シンがシュートしますが枠に行きません。両者決め手を欠く膠着状態が続きましたが、後半の30分、左サイド武田がポーンと上げた、ベンチーノが胸で落とし走り込んだ、ビスマルク決めます。ヴェルディが先に点を取りました。2対1。終始プレッシャーをかけ続けたジェフの粘りもここまで。39分、ベルディベンチーニョシュート、キーパー弾いたところ、北沢が2試合連続ゴールを決めて底力を見せつけました。ベルディただ1チーム13勝目、首位をがっちり離しません。首位ベルディとの勝ち差はたったの1つ。ベルディと激しいマッチレースを繰り広げますベルマーレ、今日の相手は前節ついに最下位まで落ち込んでしまったグランパス8です。ベルマーレ今日は岩本が欠場なんですが、勝って夜のゲームのベルディにプレッシャーをかけたいところです。前半はグランパスがやや押し気味、中盤でストイコビッチ、ジョルジーニョらが起点となりゴールチャンスをつかみます。混戦からこぼれ球、ジョルジーニョのボレーシュート、クロスバーを直撃。今度は左サイド、ストイコビッチドリブルで持ち込んで切り返して中へ、ディフェンダーがクリアできない、小倉左足、これは上に外れました。押しながらも先制点の上げられないグランパス、嫌なムードが漂います。そして後半に入って5分、ついにゲームが動きます。青ミールゴール前へ、野口が倒れた、ペナルティーキック。ジェフ戦では2回も止められたペナルティーキックですが、今日はこの人がいます。ベッチーニョ決めた、ベルマーレが先制です。さらにその1分後、今度は右サイド、アウミール、ドリブルから深い位置、センターリング、高く上がってゴール前、フリーで待っている西山、華麗かつ豪快なボレーシュート決まって2点目。ベルマーレ後半の立ち上がり、あっという間の2ゴール、これでグランパスの集中力が切れ始めます。後半の19分、左サイド西山からベッチーニョ、流れたところ野口、3対0、もう止まらないベルマーレ、この後アウミールも決めて4対0と圧勝。首位争いと最下位争いをするチームの勢いの差がそのまま現れました。グランパスは4連敗。陣内さん、はい、ベルディ勝ったし、はい、でベルマーレが2試合連続で4得点ですね、はい、そうなんです。その4得点の中の、はい、今日はあの野口選手が1得点入れて、はい、日本人プレーヤーとしては武田選手に続いて2位なんですね。18得点なんですが、ダークホースじゃないけど、あまりね、はい、そんなにこう印象に残らなかった選手がグーッと伸びてきますね。そうですね。だから強いんですかね。ハットトリックとかもあのこの間やっていらっしゃいましたからね、はい、こういうだから若い力がどん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 、はい、勢いだけじゃなくて来ちゃうと思う、まあ、手がつけられないですね。若い力だけじゃなくて、津波さんも久々にスタメン出場してましたしね、はい、
あの残り4試合も続けてご覧ください、はい、前節ジュビロを破り連敗を4でストップ、優勝へわずかな望みを残したマリノス、エスパルスとの負けられない一戦です。そのマリノス前半7分、ロナウドの緩慢なプレーから奪ったボールをディアスが決めて先制します。対するエスパルスも11分、ジャウミーニャが出したパスに長谷川健太が走り込みシュート、ゴール前で井原に競り勝ち、松永をかわして同点のゴールを決めます。しかしその4分後、マリノスは上野山田とつなぎ、ゴール前ディアス、最後はこぼれなぼをメディナベージョが蹴り込んで2対1と再び勝ち越します。エスパルスも前半終了間際、ジャウミーニャのセンタリングをトニーニョがヘッド、同点ゴールかと思われましたがファールの判定でノーゴール、エスパルスがっくり。後半に入って1点を追うエスパルスはディフェンスの要ロナウドが立て続けに警告を受け退場。これで楽になったマリノスは後半18分、ディアスが今日2点目となるゴールを決めてダメ押し、マリノスがエスパルスに快勝、ベルディ・ベルマーレに続いて勝ち星を2桁に乗せました。サンフレッチェ対アントラーズ、ともに優勝経験のあるチーム同士の対戦です。開始早々3分、石井から長谷川へのスルーパス、キーパーターノを落ち着いてかわして無人のゴールへ突き刺します。アントラーズが先制。前半終了直前の43分、ゴール前柳本のシュート、こぼれたところをチェルニーが粘って決めます。1対1の同点、これで前半を折り返します。後半に入って21分、今日は攻撃の要としていい形を作っているアルシンドが片野坂をかわしてクロスボール、長谷川の動きにディフェンダーが釣られるところ黒崎がヘッドで決めました。再びリードされたサンフレッチェ、後半28分、バックパスをインターセプト、高木ドリブル突破、2人抜き、右45度得意な角度から決めます。2対2の同点、このゴールからわずかに30秒ほど後、あっという間にゴール正面、アルシンドが決めます。3対2、アルシンドはこの後35分にもゴールを決め、4対2でアントラーズがサンフレッチェを下しました。日本代表監督への就任が決まり、今日55回目の誕生日を迎えた鴨監督になんとか勝ち星をプレゼントしたいクリューゲルスイレブン。しかし先制したのはジュビロでした。前半37分、ファネンブルグの左サイドからのフリーキックがディフェンダーに当たり、こぼれたところをすかさず藤田がゲット。今度は後半20分、またしてもジュビロ、ゴール前の混戦からスキラッチがゴール。さらにジュビロは後半41分、キーパー石杖が出たところを松原が頭で押し込み、ダメ押しの3点目。クリューゲルスはタイムアップ寸前、原田がシュート、キーパー尾崎がこぼしたところを前田がゲット。しかし反撃もここまで、ジュビロが3対1でクリューゲルスを下し、クリューゲルスイレブンは鴨監督の誕生日に勝ち星を送ることはできませんでした。3連勝で最下位脱出を果たしたガンバ、今日も開始早々からチャンスを作ります。磯貝のコーナーキックを走り込んだ北村へ、そのまま得意の右足、ディフェンスのわずかの隙間を抜けてゴール右隅、開始わずか57秒、北村 J リーグ初ゴール。ガンバ今日も有利にゲームを進めます。前半終了間際からレッズもスタメンに復活した菊原、福田を中心に波状攻撃、しかし本並の攻守もあってこのまま後半へ。後半のスタートもレッズペース、本並誘い出されてゴールがら空き、セットで押し込む福田、しかしスウェーバーが見事クリア。このプレーをきっかけに今度はガンバが流れを使います。後半24分、ドリブルで抜けてきた山口、フラビオへ流したボールを磯貝、ダイレクトでキーパーの裏へ、松並頭で押し込んでゴール2点目。そして今度はその松並がチャンスメーカーになります。磯貝へ、フラビオはフリー、狙いすまして右足、3点目。レズもブクバルトのシュートで1点を返しますが、終了1分前、ガンバはさらにスレーバが得点を重ねて4対1、ガンバ4連勝で一気に9位へ浮上しました。それでは今日のゲームを終えての順位表をご覧ください。ベルディが首位をがっちりキープです。ベルマーレも勝って一歩も引かず、首位攻防はますます熱を帯びてきました。上位5チームまでの順位の変動はありません。11位のガンバはレッズに大勝して9位まで順位を上げてきました。ガンバ戦にも注目です。はい、さて続いてニュースを一つです。ゲームの中でもお伝えしたんですが、日本サッカー協会は今日の理事会で横浜フリューゲルスの鴨秀監督を日本代表監督、ヴェルディ川崎の現役プレーヤー加藤久志選手を協会委員長に正式決定しました。なお鴨監督の後任のフリューゲルス監督には木村文治トップコーチが、また加藤選手は11月いっぱいで現役を引退することになりました。
この雄姿が見られなくなるかと思うとちょっと残念ですね。はい、その鴨監督なんですけど、はい、前に一度スタジオに、来ていたことがあるんですが、なかなか迫力でした。非常に迫力があって存在感のある頑固親父って感じだったので実はあの選手には非常に人望があって、うん、で選手をコントロールする力もね備えているということなんで、なんとしても素晴らしいチームを作って、強い、日本代表を、ね、来てもらいたいですね。はい、お知らせの後は、ニュースジャパンサタデーカルチョ、番組の最後には日本シリーズ名場面をお送りします。解析爽快、きっとあなたをリフレッシュさせます。サウナオロラ、私たちクリーンカー金沢では快適で楽しいカーライフを送るお買い得者がいっぱい。金沢店マット店へどうぞ。クリーンカー金沢。ねえ、たまにはパッ休もうよ、頑張ったんだからさ。はい、ご褒美。男の休暇プレゼント。あー、男の安らぎ。ジョージア。日本最大級の大型紳士服専門店モリワンワールド開店1周年。おかげさまで連日大盛況、感謝の気持ちをお届けします。紳士服モリワン大感謝祭。焼き鳥の田畑びっくり企画、ビンゴゲームでお食事券をお戻しいたします。最高はなんと5回計の5倍のお食事券。焼き鳥の田畑でお遊びください。しっかりお得、スプリンター SE リミテッドサル。ぎっしりお得、スプリンター LX リミテッドサル。はっきりお得、スプリンター2つの特別使用車、今がお買い得。トヨタオート石川。空の旅大好き。国内線全線で東京ディズニーランドのチケットなどがもらえるドリームパスポートを差し上げます。風邪で心配なのは誰も来てくれない時に手当が遅れることです。コルゲン ET 錠には風邪に効く成分 E と T の両方が処方してありますから、どこにいても手当ができます。コルゲン ET 錠。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。こんばんは、ニュースジャパン長谷部真理子です。平井一です。まずは韓国からのリポートです。韓国を訪問中の五十嵐官房長官は29日午後、キム・ヨンサン大統領と会談し、懸案となっている北朝鮮の原子炉を軽水炉に転換する問題については、日本、アメリカ、韓国が協調して対処していくことで双方の認識が一致しました。会談はお互いが野党時代からの親密な関係とあって和やかな雰囲気の中で行われました。会談ではまず北朝鮮の核疑惑について、米朝合意がなされた直後とあって軽水炉の転換支援について韓国が中心的な役割を果たし、日本、アメリカなどが協力していくことで一致しました。また金大統領が日本からの与党訪朝団について正したのに対して、五十嵐官房長官はまだ具体的になっておらず、具体化した場合も韓国と協議しながら対応するとの考えを示しました。また五十嵐官房長官が従軍慰安婦問題について日本の国民基金構想を説明したことに対して、金大統領はまず歴史の事実を正しく認識していくことが大事であるとの考えを改めて述べました。29日午後、鳥取県鳥取砂丘沖の日本海にパラグライダーが墜落し、救助に向かった人のうち6人が溺れ、2人が死亡しました。事故があったのは鳥取県福部村の鳥取砂丘沖の日本海で、29日の午後1時半ごろ、パラグライダーの練習をしていた女性が飛行中に強風にあおられ海上に墜落しました。このため近くの岸にいた人たちが海に入り、パラグライダーの女性は無事救助されましたが、助けに入った人のうち6人が溺れ、京都府亀岡市の大学生江上文雄さんと大阪のパラグライダースクールの指導員辻直樹さんの2人が死亡し、1人が重体となっています。事故当時現場の海は時折高波が打ち寄せていたということで、警察では現場にいた人などから事情を聞いて事故原因を調べています。
東京品川区の医師岡崎武次郎さんが射殺された事件で、逮捕された36歳の元会社員は、事件の数日前から朝の通勤時間帯に駅で岡崎医師を待ち伏せして犯行の機会を伺っていたことが警視庁の調べで分かりました。これまでの調べで、この元会社員は1ヶ月前から犯行を計画し、岡崎医師の住所を調べた。青物横丁駅で朝の通勤時間帯にピストルを持って数日間待ち伏せをし、25日になってようやく姿を見つけたので襲ったと話しているということです。しかし依然としてピストルの入手先については口を閉ざしており、捜査本部では荒川に捨てたとされるピストルの発見と合わせて